愛を忘る、あなたを信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもアンバサダーのトエです。皆さん、ヤドンの復活が決まりました。しかも金髪になって帰ってくるというリージョンの姿、リージョン法、あれは完全にカブポケの人たちが、お、こいつなんかヤドンに似てるな、お、いいね、金髪じゃん、いいね、ヤドンも金髪にしようと言って私をオマージュしたに違いません。まあ、というわけで本日はポケモン会なのですが、まあ、ポケモンをやっていてね、もちろんポケモンたちが可愛いってのもあるんですけど、プレイする人心をねグッと掴む要素ってまだありますよね。そう、ジムリーダー、あ、今回もねジムリーダーのねキバナさんとかね、ネズさんとかね、もうめちゃくちゃ人気のジムリーダーがたくさん出てきたわけじゃないですか。で、今日はそんな個性豊かなジムリーダーについてお話していこうと思います。で、今日はですね、この剣盾、ソードシールドのジムリーダーたちは大変魅力的に溢れていて、実は、その背番号の意味とかもね、知らないよっていう人も多いと思うので、それについてお話していこうと思います。ちなみに今日はね、ジムリーダーのお話するんですけど、ストーリークリア後の手に入るリーグカードの内容も含むので、クリアしていない人はネタバレ注意です。では、まず、一人目のジムリーダー、やろう。おい、やろうって感じですけど、まあ、これ野郎違いですね。まあ、というわけで草タイプのジムリーダー、農家の息子、見た目からも分かるように優しくおおらかな性格です。小さい頃からポケモンたちと仕事していたので、筋力体力がつき、こんなに大きな体格に、まるでラグビー選手か思いましたね。350キロぐらいなら軽々転がせるそうです。ウールを転がしていたのは野郎なのではないかと言われていたり言われてなかったりしております。まあ、こんなに強い男がほんまに1番目のジムリーダーでいいのだろうかということもありますよね。まあ、榊とかもね、同じく本人も強いので最後のジムリーダーだったように、本来なら野郎ももっと上のジムリーダーでも良かったんじゃないのかなとも思います。ちなみに野郎はポケモンバトルを楽しんでるため、勝ち負けはあまり気にしていない様子で、強くない相手には本気を出し切れないが、本当はめちゃめちゃ強いらしいです。そんな性格のため戦力が振るわず1番目のジムリーダーを任されているとか、まあね、トーナメントとかの時も、まあ、ちょっとね強いジムリーダーと当たったら嫌だなーとか言ったりとかしたりとかでね、1番の時は自分ですみたいなことを言ったりするんでね、まあ、どちらかというと、まあ、己をね律して戦っていくタイプなのかなっていう感じはしますね。で、キャッチコピーはファイティングファーマー、戦う農園主と言われており、背番号の831は野菜と書いているという感じですね。それでは2人目のジムリーダー、ルリナさん、水タイプのジムリーダーで、父親は漁師、母親は市場で働いております。で、両親の影響で水ポケモンと遊んで育ったのですが、クールな見た目と反して性格はかなりの負けず嫌い。主人公にやるときは壁をこうやってぐしゃぐしゃぐしゃーってしたりとか、ものすごい悔しそうな感じをしております。で、実はルリナさんはね、ジムリーダーの他に職業を持っていて、それが何かというと、モデル。まあ、やっぱ水タイプのジムリーダーってこういうなんか綺麗どころを持ってきやすいんですかね。で、実はシュートシティの電光掲示板に、ルリナが起用された広告が流れていたりもします。で、戦っている時と全く違い、クールで大人っぽい雰囲気になるので、ジムリーダールリナと別人と思っている人もいるそうです。ちなみに野郎のことをライバル視してるとかしてないとか、キャッチコピーはレイジングウェーブ、荒波とか荒れ狂う波って意味ですね。で、背番号は049、泳ぐとかけているそうです。それでは3人目のジムリーダー、カブさん。炎タイプの使い手ですね。カブっていう植物やのに炎タイプ。まあ、今回全員花の名前やったりするんでね。とても真面目でまっすぐな性格です。人生死ぬまで修行、学び続けようが口癖。いやー、これもうめちゃくちゃ真面目なおじさまはイケおじ枠なんですけども、もうね、私はこうはなれないので、すごいと思いますね。で、イケおじでおじさま好きに刺さっているようです。若い頃からジムリーダーとして活躍されており、長い間ポケモンと向き合っているんですが、その間にチャンピオンになれそうなこともあったそうなんですよ。だからもう四天王ぐらいの実力があった時期もあったそうで。で、逆にマイナークラス落ちを経験したりとか、まあ、カブさんの人生は大変山あり谷あり。これちなみにですね、チャンピオンに近い実力があるジムリーダーっていうことから、方園地方の炎タイプのジムリーダー、アスナのおじいちゃんなんじゃないかとかも言われていたりもしております。で、ちなみに、今回のポケモンでは、ジムリーダーの戦績が振るわなかったりだとか、試合内容が良くないとジムリーダーから降格があったりとか、マイナークラスになってしまうという設定があるそうです。今回のポケモンは、ユニフォームがあって観客がいるという、かなり、まあ、競技、スポーツを意識しているので、ジムリーダーはスポーツ選手と同じくある程度はいい成績を残しとかないといけないというようなね、工業的になっているのがガラル地方の特徴ですよね。ちなみにカブさんは、チャレンジャーの登竜門のような扱いを受けていて、3個目のね、なんか一番最初の鬼門みたいな感じを受けていて、
て多くの挑戦者が彼に及ばず敗退しているそうです。実際手持ちポケモンも全員が最終形態で、舐めてかかると文字通りチャレンジャーを最初の壁にぶつかると。で、戦い方も攻撃だけでなく鬼火などを使ってね、攻撃力を削いできたりとか、噛みつくでひるましてきたりとかもしてきますね。で、キャッチコピーはいつまでも燃える男。ちなみに僕もね、カブさん、お、かっけえな、このおっさん、と思って、丸役でを手持ちに入れて、旅っぱにしたりしましたね。で、背番号は187、火花とかけております。おしゃれ。そして次なのですが、ポケモンケンタレでは選んだソフトによって4番目と6番目のジムリーダーが異なります。なんと手持ちのポケモンも全然違う。これはポケモン史上初です。それではまず4人目のジムリーダー、ソードの方から行きましょう。ソードは斎藤。これ格闘タイプの使い手で、親は大変厳しい人だったらしく、パートナーのポケモンと厳しく育てられたそうです。100年の歴史を誇るガラル空手の申し子。かなりストイックな性格ですね。まあ、100年の歴史が長いか短いかってのはよくわかんないですけど、強い自分であればできるだけ隙を見せないようにするのですが、実はスイーツが大好き。普段は冷静さを保つので感情を出さないようにしてるんですが、笑うとめちゃめちゃ可愛いんです。またね、斎藤は設定資料書などでは学生服を着てることから、まだ高校生ぐらいなのにもうジムリーダーになれる実力を持っているんじゃないかなと。かなり才能のあるガラル空手の申し子とキャッチコピーでも言われてるんでね、ガラル空手をしながらまた戦えるトレーナーなんじゃないかなと言われております。で、背番号は193、戦ですね。なかなかね、ハードな背番号をつけてますよね。で、シールドの方のジムリーダーはオリオン。使うタイプはゴースト。幼くしてジムリーダーを務める優秀なトレーナーなんですが、内気な性格のため仮面で顔を隠しております。4歳の頃、事故で生死をさまよったことをきっかけに、死んだゴーストタイプのポケモンを見えるようになったとか。普段は遺跡や墓場に一人でいるという。なかなかこれ闇が深いですね。で、実は仮面の上部分はガラルサニーゴと同じ模様があり、後ろのサスペンダーにもサニーゴっぽいモチーフが。このことから、まあ、仮面はね、ガラルサニーゴのサンゴだろうということは言われているんですけども、実際本人自体もね、歩き方や動き方が独特でゴーストっぽい雰囲気がいろんなとこから感じられるキャラです。キャッチコピーはサイレントボーイ。なんかホラーゲームっぽいですよね。で、背番号は291、憎い。一体何を憎んでいるのか。そして5人目のジムリーダーはポプーラーさん。おばあちゃんなんですけども、フェアリータイプのポケモン使える。他人に対して唐突にピンクが足りないという意味のわからないことを言ってきます。一体ピンクとは何なのか。相手の行動を予知しているかのようにバトルを進めることから、魔術師の異名を取るおばあちゃん。リーグカードには意地の悪い性格と書かれているんですが、どっちかっていうと茶目っ気があるようなね、まあ、面倒見のいいおばあちゃんだなってことを思いますね。でね、母親からジムリーダーを受け継いで70年ずっとジムリーダーの座を守り続けていたとんでもない強者です。で、御年は88歳、かなり高齢でジムリーダーの後継ぎを探しておりました。で、ジムチャレンジでね、年齢に関するクイズ、私は何歳で出すんですけど、選択肢は88歳と18歳。ここで18歳と答えるととても喜びます。僕は88歳と答えて能力を下げられました。許さない。キャッチコピーはファンタスティックシアター、幻想的な劇場。ちょっとかっこよすぎますね。背番号は910、キュートに限っています。で、今はね、公認のビート君を見つけてね、すごい喜んでおりますね。ビート君とポプラの話すごい好きなので、またやりたいと思います。6人目のジムリーダーはまたソードシールドで違うんですが、ソードではマクワ。これ岩タイプの使い手です。今までの岩タイプのジムリーダーというかね、タケシさんは一人こういうね、まあ、ザ男みたいな感じなんですけど、マクワさんはどっちかっていうと電気タイプの使い手のようなおしゃれな感じ、まあ、スタイリッシュですね。で、マクワさん自身も岩タイプが武骨だよみたいなイメージをなくすために活動しているそうです。見た目はかなりチャラチャラしているんですが、一人称は僕、二人称はあなた。チャレンジャーに対しても敬語で話しかけるなど、もうかなりね、見た目と話した好青年です。で、ファンサービスもめちゃくちゃ良く、お客さんにも大人気で、特に女性ファンが多いようで、で、ファンの協力で写真集がなんと3冊も出ているそうです。サイン会や交流会を開くなどファンを喜ばせるのが好き。まあ、YouTuber っぽいですよね。で、本人は自分では成り立てなんですけども、結構な実力者ということです。で、キャッチコピーはハードロッククラッシャー。サークルクラッシャーやったらあったことあるんですけどね。背番号は188、いわばと書けているんじゃないでしょうか。そしてシールドではメロン、氷タイプの使い手です。20代の頃からジムリーダーを務めており、優秀なコーチとしても知られております。しかしこの見た目に反して勝負スタイルはかなりシビアでストイック。8番目のジムリーダー、キバナさん。キバナ相当強いんですけど、なんと無敗。まあね、弱点をつけてるってこともあるんですけど、キバナのポケモン的にそんなにね、メロンにめちゃくちゃ不利というわけでもないので、まあ純粋に相性と実力が良すぎるのでしょう。で、実はこのメロンはマクワのお母さんなんです。
人妻とはね、思えないぐらいの美しさですね。マクワとは使用するポケモンのタイプで喧嘩してしまい、街を二つに分けてポケモン勝負となりました。勝者がジムリーダーを務めているんでしょうね。どちらのソフトも片方の動画あんまりわからないんですけど、マクワが実力を認められ、ジムリーダーを継承できているソードの方が、親子関係はいい方に向かっていそうな気もします。まあでも、マクワ側のリーグカードにメロンさんは出てこないのでね、その辺の闇はちょっと深そうですね。まあ、親子喧嘩ってのは時折にしてあるものでしょう。ちなみにマクワの名前の由来は、メロンの変種であるマクワウリから、まあ、取られたものと推測されており、まあ、親子であることがね、わかる名前になってますね。キャッチコピーは、ジ・アイス。背番号は361、寒いとかけていますね。レジアイスとか使ってきたら面白いね。それでは7人目のジムリーダー、ネズさん。悪タイプのジムリーダー。これなんと意外なんですけど、悪タイプのジムリーダーってポケモン史上初なんですよ。今まで四天王にね、もうみんな大好きカリンさんとかカジツさんとか、でね、この間のサンムーンでもクチナシさんとかいましたけど、ジムリーダーではなかった。今回が初です。でソードシールドでダイマックスが、まあ、新しい要素としてね、かなり盛り上がってるんですけど、それをしないというね、ちょっと一風変わったポリシーを持たれている方。でもそこがね、ダイマックスが嫌いでダイマックスを使わない。本来のポケモン勝負にこだわるというね、これ悪タイプってただでさえポケモンの中で迫害されているタイプらしいんですけども、そんな中でダイマックスも使わない。それで悪タイプの純粋な強さを見せるところにほんと痺れますね。でそもそもネズのジムがあるスパイクタウンにはポケモンが巨大化するパワースポットがなく、ダイマックスが使えないと。で、ガラルのポケモンリーグの委員長を務め、バトルにダイマックスを導入したローズにダイマックスが使える場所へのジムへの移転を勧められても固くなり断っていると。まあローズさんとしてもやりにくい相手だったでしょうね、実力があるだけに。でスパイクタウンにかなりの愛着があり、自分の故郷を大切に思っているネズにとってはダイマックスを使うジムリーダーになることよりも生まれた街を盛り上げていくことが、まあ、大事だったんじゃないのかなとは言われていたりもします。スパイクタウンはダイマックスができないため街が寂れていっているようですが、ネズのことを知ると、まあ、報われてほしいなとは思いますね。今はマリーちゃんもいますしね、この2人で盛り上げていきましょう。で、ガラルではチームメイトのあるシンガソングライターだそうで、パンクロッカーのような見た目でね、悪いおっさんのように見えるんですが、まあ本当は妹思いで、さらに主人公たちの面倒もなんだかんだ見てくれるね、本当に常識人で面倒見がいいお兄ちゃん。で、一方で試合中は、まあ様子がかなりおかしくなってね、アーティストな面を見せますね。マイクを取り出してシャウトをしたり、自分の手持ちポケモンの特性や戦法をバンドメンバー紹介風にバラしたりしてくれます。しかしそれでもチャレンジャーに勝つ強さがあり、キバナも鉄こずるほどの強さの持ち主です。キバナは本当に強いのかという疑問がだんだん出てきましたね。通称は哀愁のネズ。背番号は061。悪いですね。で、8人目のジムリーダー、キバナ。ドラゴンタイプを使うジムリーダーで、一人称は俺様で、若干ナルシストの雰囲気がありますが、まあ、これはガラル地方最強のジムリーダーがあるという自負でしょう。あのチャンピオンのダンデとも一緒にね、まあ、戦い合っていてライバルらしいので。で、ロトムでよく自撮りをしているんですが、本人曰く負けた時のクエストを忘れないようにするため、だそうです。まあなんかトーナメント戦に入ってからは本来の目的を忘れてる気もしますが、で、 でもトレーニングやファッションの写真もよくアップしてるみたいなので、そもそも自撮りが好きな感じの人間ですね。で、ダンデに負けるとアップした写真に批判コメントがつくらしいです。まあ人気者ですね。もうなんか完全に YouTuber っぽいですよね。きっとアンチも多いでしょう。で、勝ちを貪欲に求めた結果、天候を駆使して戦う天候パで相手に挑むスタイルを身につけております。で、ジムではダブルバトルが採用されており、これはポケモンルビーサファイアのフーとラン以来実に17年ぶりです。ルビーサファーから17年経ってるという事実が一番怖いですね。チャンピオンであるダンデで認められている最強のジムリーダーですが、ダンデには10連敗中。まあ、ダンデが無敗なんでね、これから先も勝てないさそうですけどね。キャッチコピーはドラゴンストーム。背番号は241、強いとかけられております。いかがでしたでしょうか。まあ、今回ジムリーダーにほんと魅力的な人物も多く、まあ、斎藤とかね、キバナとかね、非常に人気のキャラも多いので、ね、皆さんの好きなキャラもいたらぜひ教えてください。それでは本日の鳥肌スコアは108、東映の背番号です。本日の鳥肌ポイントは、キバナさんはおそらくワタルに憧れておりますが、そのワタルもちょっとネタにされがちなところがあるので、今後もキバナさんはネタにされるんでしょうか。僕はキバナさんのかっこいいところが見たい。それでは See you。